お兄ちゃん、お兄ちゃん。遊ぼうよ、お兄ちゃん。まなちゃんだよ、遊ぼうよ。って。うー、んうん。いいじゃん、別に。そんなの気にしないで。遊ぼうよ、遊ぼうよ。いいでしょう。ねえ。お兄ちゃん。って。うん、うん。ほんとに。やった、まなちゃん嬉しい。お兄ちゃん、大好き。 何して遊びたいまなちゃん考えてきたよ。ドッジボールしようよ。今、玉を取ってくるね。って。うー、んうん。電話でどうやるんだって。あっはっは。バカだな。もう。窓から思いっきり投げるに決まってるじゃん。じゃあ、行くよ。って。距離。うん。あっはっは。お兄ちゃん、本当におバカね。 マなちゃんに算数の問題ができるはずがないじゃない。で、どういうことうーん。自転車で30分くらいかな何心配してるのよ。大丈夫。マなちゃん、強いから。クラスの女の子の中では、10番目くらいに強いのよ。男子の玉を取ってやったこともあるし。それじゃあ、ビッグよ。くらえ、必殺。 ローリング竜巻トルネード台風投稿。くるくるくる。どりゃー。どうお兄ちゃん、パマ取れた。ぶつかった。って。うー、んうん。おっかしいな。外したかな。うん。何か、お隣の稲妻さんが、怒鳴ってるみたい。家のガラスが割れたって。って。うー、んうん。あ、はっは。お兄ちゃん、意味不。 なんでわざわざ謝るのよ。せっかくなら正しいことしようよ。稲妻さんなら別に。いいのいいの。あの人、カヌキみたいな顔してるから。きっと、ポンポコ踊ってるときに自分で割っちゃったのよ。じゃあ、お兄ちゃん、次は何して遊ぶって、嘘やばい。遊んでる場合じゃないわ。お兄ちゃん、事件です。なんと、 マナちゃんが大切にしていた、ドッジボールの玉が、消えました。さっきまで机の横にぶら下がってたのに、えー嘘、やばい。私の玉がなくなっちゃったよ。どこに行ったのかなお誕生日にお母さんから買ってもらった、マナちゃんの宝物なのに、どうしよう。お母さん、悲しむよ。ウェーンウェーンお兄ちゃん、どうしよう 言い訳を考えないと、お兄ちゃんも助けてよ。あ、そうだ。たまちゃんは、生き別れた。双子のお兄ちゃんを探すために旅に出たってことにしよう。うん、完璧ね。って。うんうん。ち、違うもん。まなちゃんいい子だから。嘘つかないもん。私のたまちゃんは、自分で歩くんだもん。って。嘘つきとはもう遊んであげないって。 うーんうわん。ごめんなさい。本当はどこに行ったか知らないのきっとどこかに忘れてきちゃったんだと思うお母さんには正直に話すねそしたらまたまなちゃんと遊んでくれる、うん、うんうんうんわーい嬉しいお兄ちゃん大好きお兄ちゃんも私のことが大好きねねねお兄、ちゃん そしたら次は何して遊ぶえ、いいじゃん。もっと遊ぼうよ。遊ぼう、遊ぼう。お兄ちゃんったら、女の子を退屈させたら、目、なのよ。あ、そうだ。しりとりをしようよ。勝ったらご褒美がもらえるの。まなちゃんが勝ったら、お兄ちゃん、私をディズニーランドに連れて行ってよ。私、タークフィーが大好きなんだよ。 ディズニーランドでダッフィーと写真を撮りたいな。お兄ちゃんもきっと気に入ると思うよ。なんかお兄ちゃんとダッフィーって似てるし、鼻のあたりが、楽しみ、楽しみ。で、お兄ちゃんが勝ったとき、あははは、お兄ちゃん、私に勝てると思ってるの。受ける。そうね、ありえないとは思うけど、万が一マナちゃんが負けたら、お兄ちゃんには、私のお尻を、 好きなだけもみもみさせてあげるわ。しりとりだし。私のお尻はお団子みたいに弾力があって、もっちもちなんだから。無重、無重って。両手で強く揉むと、とっても気持ちいいのよ。で、何慌ててるの。逮捕。何それ、撃てる。お兄ちゃんったら、大人のくせに。名探偵コナン、見たことないの。逮捕ってのは悪い人がされるのよ。 お兄ちゃんみたいないい人が、逮捕されるわけないじゃん。それに、どうせマナちゃんが勝つんだし、その代わりマナちゃんが勝ったら、約束守ってね。って、何言ってるのもう約束したし。じゃあ、どっちから始める私からだよ。りんご。うん、ええー、と、たっぱ。うん、うんと、あれ。 嘘、た、た、た。えー、た、から。始まる言葉なんて、ある、って。いっぱいあるって。嘘だ。知ってる、お兄ちゃん。嘘つきは最低なのよ。えー、やだ。一個も思いつかないよ。って、た、でもいいの。 お兄ちゃんったらずるいんだ。プンプン。ダメダメダメよ。お兄ちゃん。まなちゃんは、小学生なんだからね。カタカナ語は禁止だよ。小学生がカタカナの言葉、知ってるはずないじゃん。日本語には、た、から始まる単語なんて、ないんだから。もう、危うく騙されるところだったわ。お兄ちゃんがルール違反をしたので、この戦いは引き分けだよ。 つまり半分はまなちゃんの勝ちね。えへへ。買っちゃった。ご褒美はどうしよっか。そうね。そうだわ。ディズニーランドとは言わないから。一緒においしいものを食べに行こうよ。まなちゃん行ってみたかった。カフェがあるの。甘いものがいっぱいあるんだって。お大福でしょう。卵がたっぷり入ったエッグタルトでしょう。タピオカもやってるんだって。お兄ちゃんと。 一緒に行きたいなって、ずっと思ってたんだ。じゃあ今度の日曜日ね。絶対よ。えへへ、約束したもんで、ね。ブー、楽しみだよ。お兄ちゃん、大好き。大好きすぎるよ。キュンキュン。そっか、引き分けだから。お兄ちゃんにもご褒美をあげないとね。そうね。あ、半分しか買ってないんだから。お尻をもみもみするのはダメだよ。 私のお尻は安くないんだから。そうだ。お兄ちゃん、私のお尻を枕にしていいよ。今度の日曜日お兄ちゃんのお家に行くから。私のお尻に頭を乗せて、お昼にするといいよ。えへへ、お兄ちゃん、嬉しい。ゆっくり眠って、いい夢を見てね。それじゃあ、今から行くから待っててね。お兄ちゃんのお家で、ドッジボールしようよ。え、かも。 お兄ちゃん、たまたま、ないの。大丈夫。私が持っていくから。お誕生日にお母さんに買ってもらったのよ。それじゃ、待っててね。走っていくから。お兄ちゃん、大好き。いっぱいいっぱい、遊ぼうね。まなちゃんでした。